金曜日の夜の7時を回りました。今日もゆるゆるフライデーナイト始まります。市川千里がお送りいたします。毎週金曜日の夜7時から7時半までお届けしてます番組は、アロタイストレッチ、星の流れ、暦の流れ、体のこと、心のこと、パワースポット巡り、おいしいご飯屋さんや恋バナ、あなたへつなぐプロジェクトのあなたへつなぐ物語の映画のお話やプロジェクトのお話などしていけたらいいなと思っております。金曜日の夜のゆるっと話ができたらなと思っています。さて今日はですね、四柱推命鑑定士の内野ひろみさんとね、またお話ししていきますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は、はい、ちょっと特別バージョン的な感じがするんですけど、そうですね、なんかね、毎月の運気だ、はい、運気をね、いつも聞いていただいてるんですけど、なんとね、今日はね、今年の運気をね、はい、すっごいスペシャルじゃないですか。そうです ね、2022年始まって、はい、うん、そしてね、こうこれから2月に向けて、そうですね、うん、あの四柱推命だと2月の4日の立春から切り替わりなので、うん、年が、はい、ちょうどいい時期に、うん、はい、お送りできるかなと思います、ね、はい、はい、なのでね、まあ、いつもはね、月ごとの運気をお伝えしているんですけど、今日は四柱推命でね、その人の本質を表す日中の10巻ごとの今年の運気をね、はい、伝えてもらおうかなと思っております。はい、よろしくお願いします、はい、ちなみに2月の運気は、あの、今回はここではお伝えしないので、うん、私の公式 LINE にご登録いただければ、うん、そちらで毎月の運気を配信しておりますので、よろしければご登録ください。今日はね、2人でカミカミですね。カミカミですね。すいません。はい。はい、まあ、LINE の URL はブログ記事等に載せていますので、そちらからお願いいたします。はい、でもね、ちょっとお伝えすると、2月は、うん、なんと今年の関心水の絵虎が、うん、月の運気にも巡ってきていて、うん、ダブルで来るんですよね、うん、で、まあ、今年を占う感じで2月に起こる出来事を見ていくと面白いかなと思っています。はい、そして、同じ監視ということは、まあ、これからお伝えする10巻ごとの年の運気と同じ感じの月っていうことですので、うんうん、まあ、そこもちょっと注目しながら聞いてみていただけるといいかなと思います。そうですね、はい、楽しみです、はい、うん、では早速、はい、ま、ちょっとまず今年の運気についてお話ししますけど、うん、ま、今年は2月4日から水の絵虎年ですね、うん、海のイメージの年になります、はい、ダイナミックで大きなエネルギーを放つ明るい様相の年という感じです。去年はカノトの牛年で、うん、ま、宝石のイメージの年だったんですよね、うん、なんかこんな小さな宝石からもうドーンと広い海に変わるっていう、だからもう本当にガラッと変わる感じのイメージですよね、うんうんうん、エネルギーもやっぱり強くなるので、うん、まあ、そのエネルギーの注ぎ先をしっかりちょっと決めておくっていうのは今から重要かなと思ってますね。はい、なんかしっかり前を向いて、まあ、目標を持って進む人には、うん、まあ、そこに大きなエネルギーが流れるので、まあ、いい感じで進んでいけると思うんですけど、うん、まあ、ちょっといつも後ろ向きになってしまったりとか、まあ、人のせいにしたりとか何かのせいにして動かないみたいな人にもなんかそこにもエネルギーが乗ってしまうと、まあ、ちょっとどんとしんどい方に、ね、ぐーんとエネルギーが乗ってしまうってことになるので、うんうんうん、もう本当に日々の自分の心持ちというかね、あり方が重要になってくるかなと思いますね。わー、なんかこれは四柱推命的にもそうですけど、うん、星の流れ的にも同じような要素がある気がするので、うん、そうですね、いや、この自分のエネルギーをどういうふうに持っていくかって本当に重要な、ね、大事ですよね。うんうんうん、うんね、なんか私今年になって毎回噛むんですよあのラジオ、なぜ、まあ、割と噛みやすい人なので、もともとね、はい、あれなんですけど、おもむろに噛むので、なんかこの流れが変わってきてるのかなって気はしたんですけど、勝手にこじつけですけど、はい、ちょっとエネルギーが乗りすぎて、そう乗りすぎて噛んじゃう感じなんですよ ね、 そうですね。なんでいいエネルギーをね、自分たちでね持っていくっていうことはすごく大事な、大事ですよ ね、 ね、うん、心持ちですね、はい、うんうん、ね、しっかり自分を
掴んでってことですよね。掴んでいくっていうことが、はい、大事な、大事な、大事、大事な感じですね。はい、まあまあそんな感じの、うん、まあ、世の中全体的な大きな流れなんですけど、うん、まあ、運気を見るときっていうのは、まあ、まずは自分個人の運気をメインに見ていただきたいんですよね、うん、まあ、ここをしっかり押さえておいてから、まあ、その大きな流れも取り入れつつ、うん、過ごしていくっていうのが大事になってきます、うん、はい、でまあ、本当運気って、まあ、知らないで過ごしていても、うん、まあ、1年終わってみると、あ、やっぱりこういう年だったなっていう風にすごく感じたりとかするんですけど、うんうん、まあ、前もって知っておけると、うん、まあ、よりまあなんか行動しやすくなるとか、うんうんうん、あとはまあそうですね、自分で能動的にその運気を使ってなんかこうなんか目標を立ててやっていくっていうこともできるので、それもいいと思うし、うん、まあ、転ばぬ先の杖にね、ちょっと気をつけることをこうなんか知っておくと、うんうん、まあ、転ばないで済むっていうところもあるので、うんうん、はい、まあ、そこはねしっかり、ね、そうですね、やっぱこれも心持ちですかね。そうですね、うんうん、まあ、運気を知って使いこなすイメージで聞いていただけたらいいのかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、知らなくても知っていても、うん、結局はその流れに乗ってる気がするので。そうなんですよ、知った時がタイミングだと思うんですよね、本当、うんうん、そうですね、うん、なんで今日のこの番組を見て、あ、そうなんだって思ってもらえたら、うん、きっと知るタイミングなので、はい、ぜひね、その運気に乗ってサーフィンのように、うん、そうですね、ぐい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 行ってもらえたら嬉しいかもしれないですね。そうですね、うん、はい、そして、まあ、四柱推命の個人の運気の見方もいろいろあるんですけど、うんうん、まあ、ここではいつもお伝えしているその人の本質を表す日中の10巻別の今年の運気を早速お伝えしていこうと思います。そうですね、はい、今回は、YouTube の下の方に、あ、はい、そう、内野ひろみさんの、インスタグラムやその下に10巻のタイプ別の無料サイトが載っているので、はい、概要欄とかですね、はい、はい、ぜひね見ていただければ、はい、まあ、誕生日を押していただいて名刺が出てくると思うので、ぜひね初めに見といてください、はい、そこの下の欄に載っている10巻のタイプっていうのを見て自分が何タイプっていうのを分かってもらえばいいかなと思います、うんうん、ですね、はい、はい、ではまず、木の枝樹木タイプの方からちょっとお伝えしていきたいと思います。今年の運気ですね、はい、今年の運気ですね、うんうん、木上さんって、有名人だと松岡修造さんとか藤原紀香さん、うん、ディーン藤岡さん、うん、松井秀喜さん、野球のですね、うん、などがいますね、まあ、真面目で正義感の強い自分の哲学を持った人という感じです。でなんか本当樹木、木のように手足が長かったりとか、うんうんうん、こう身長がスラーっとこう高いっていう方が多いって言われてますね。はい、木の上の方の今年の運気なんですけど、発想力、想像力の高まる1年です。ひらめきを大事にしていきたいですね。木の上の人って、真面目で一本に頑固で、まあ、自分の考えに執着しやすいんですよね、はい、もう修造さんが頭の中にもう本当にそうですよね出ちゃいます。なんかもうそのものみたいな感じですよね、うんうんうん、でもまあ今年はその枠を取っ払って、まあ、自由な発想ができる星っていうのが巡ってくるので、うん、まあ、頭を柔軟にして枠を広げられるチャンスの年になりますね。だからいつもならしない選択っていうのをしてみるのもありなのかなっていう感じがします。あ、じゃあこの4人の方の今年の運気を2022年終わりに見ていくとちょっと面白いかもしれない、ね、面白いかもしれないですね。何をやってたかなみたいな感じで、うんうん、はい、まあ、あと周りに応援されながら安定的に活躍できるという幸運期でもありますので、うん、まあ、今年は自分の世界を広げていくというイメージでコツコツ頑張っていっていただきたいですね、はい、はい、そして続いて木のと草花タイプの方、うん、このタイプの方は本当穏やかで、まあ、つつましい感じの愛されキャラですね、うんうん、人に合わせるのが得意で、うん、柔軟性があり社交的な方です、うん、まあ、有名人でいうと、まあ、ソフトバンクの創業者 の, あの孫さん、 あ,、はい、あとはビーズの稲葉さん、はいはいはい、それから土屋太鳳さん、はあと足立由美さん、はいはい、あと元 AKB の大島優子さんですかね。愛されキャラですね。そうですね、なんか可愛らしい感じとか、うんうんうん、なんかこうね人となんかこう
人懐っこいというか、そんな感じしますよね。キノトの方の今年の運気なんですけど、今年はちょっと面白い年っていう感じですね。潜在意識で望んでいたことが叶えられていくっていう年なんですよ。だからまあちょっとね、自分で意識してないところからの願いが叶うので、まあ、ちょっとびっくりすることや、まあ、思わぬ展開なんていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、その波が来た時にちょっと嫌だって拒絶しないで、その波にしっかり乗ると、なんかまあ最終的にもうこう、私はああこうなりたかったんだなっていうところにたどり着くっていう運気なんで、まあ本当に波に乗ってくださいっていう感じなんですけど、まあまあなるようになるんで、もう行っちゃえっていう感じですね。でエネルギー値もすごい一番高い時期だったりするので、まあ頭で考えすぎずに進んでいってほしいかなって思います。でまあそうですね、その自分の潜在意識のその願い、あこうなりたかったんだなっていうのを気づいた上で、まあどうしてこれからどうしていきたいのかなって考えることで、まあ、自分の軌道修正にもなりますし、なんか本当自分を知る1年っていう感じもしますよね。そしてまた、知性の星が巡ってきているので、何かまあ学んだりするのもいいですし、まあ、それをアウトプットするっていうことも大事ですよね。あとまあお母さん、母親との縁が深くなるっていうところもあったりするので、まあ、親子に関する事柄なんかもなんかクローズアップされるのかなっていう感じもします。はい。へーしかないですね。そうですよね。はい。で次に、日の絵。太陽タイプの方、まあ、根が明るい人気者の方っていう方ですね、太陽なんで、まあ、サービス精神があって、まあ、どこにいても目立つカリスマ性がある方っていう感じです。まあ、有名人だと、まあ、今の現皇后陛下雅子様ですね、あと坂上忍さん、それから高嶋千佐子さん、星野源さんなどがいらっしゃいます。今年の運気は、今年は、行動することが必須の年という感じです。まあ、飛躍につながっていく変化の波も来ます。ぜひ今年はまあ目標をしっかり立てて、そこに向けて努力したり、まあ、チャンスが来たら迷わず動いてほしい年ですね。まあ、先を考えすぎて立ち止まってしまうというのはちょっともったいない感じの年なので、まあ、一歩踏み出していろいろやっていくうちに違ったなと思ったら、まあ、ちょっとなんか思い切って帰ってみたりとか、まあ、ちょっと進みながらこうマイナーチェンジしながら行くっていう感じでもいいかなと思います。まあ、動いたら動いただけ結果は出やすいですし、展開も早いので、はい、まあ、そこをちょっと意識しながら、あとはスムーズにことが運びやすいっていう時でもありますので、今年は本当やりたいことがあるだったら思い切ってやってみてほしいですね。それから独身女性の方にとっては、今年は恋愛運が高まる年っていう感じなので、お相手と巡り合う確率も高くなりますから、まあ、しっかりアンテナを張っていただきたいですね。そうですね、ぴょんぴょん張ってもらってね。はい、そうですね。続いて火のと月タイプの方ですね。細やかな心配りができる人で、まあ、鋭い観察力を持ってます。まあ、ちょっとミステリアスな雰囲気もありますね。有名人でいう と、フィギュアの羽生結弦さん、はい、あと竹野内豊さん、お長作ひろみさん、はいはい、あと宇多田ヒカルさん。ちょっとみんななんか ねミステリアス なんかちょっと独特な、ね、そうですね、雰囲気です ね面白いですよね、こうやって見ると。日野さんは今年はステージが変わる年という感じです。なんかこれまでに積み上げてきたことの成果、結果が見えてくるときっていう感じですね。まあ、良いことも、まあ、悪いって見えることも出てくるとは思うんですけど、まあ、それを受けて自分が今後どうしていきたいのかっていうのを考えることで、飛躍につながっていくっていう感じです。もともとすごい洞察力が素晴らしい日野との人なんですけど、まあ、この年はさらに直感力とかもなんかつながるっていう、すごく冴えるっていう感じがするので、
なんかピンときたことは本当やってみてほしいなって思いますね。まあ、全1年全体通して、まあ、一つ一つ丁寧に地道にコツコツやっていくっていうことが大事な1年です。まあ、自分と向き合ってこれからの在り方をしっくりじっくり考えるっていう時間を持てたらいいのかなって思いますね。で、独身女性は結婚期ですので、まあ、希望されている方はチャンスをしっかり掴んでほしいですね。はい、へー、いいですね。ね、いいですよね。今年は愛がテーマなんで ね、 そうですね、いいかと思います。優しいですね。はい。続いて、父の絵山タイプの方ですね。圧倒的な存在感のある方、周りに人が集まってくるっていう魅力がある方ですよね。まあ、スローペースなんですけど、もう動くときはすごく大胆なので、ドンと動ける方です。まあ、有名人でいうと、TOKIO の松岡さん、あと山下智久さん、山Pですね、山Pですね。あと嵐の櫻井翔さんとか、まあ、なんかジャニーズの人多いなって思いましたね。はい。まあ、女性だと、あと女優の北川景子さんとか、蒼井優さん、あと杏さん、ね、なんか雰囲気、なんか似て、なんかやっぱりなんかね、あるかもしれない。そうですね。はい。まあ、常の方は、まあ、パッと見て楽しそうな1年だなって思いました。パッと見て本当ね、まあ、環境や人間関係に変化が出る時で、まあ、離れていくご縁もあれば、まあ、新しくつながるご縁もあるっていう感じなんですけど、まあ、そういう変化の中で得るものが多い時ですね。まあ、人脈の星が巡る1年ですので、積極的に人と関わってほしいなと思います。でも、まあ、誰と関わりたいのか、どこにいたいのかっていうのは自分が決めるので、自分が本当にいたいと思う人たちとのご縁をつないでいけたらいいかなって思いますね。あと、叶えたいこととか願いを放っておく、まあ、こう SNS で発信したりとか、誰かに言ってみたりとかしとくと、まあ、人づてに良い情報が来たりとか、まあ、叶ったりとかっていうこともありますので、まあ、しっかり放つっていうことが大事ですよね。あと、お金に関してはちょっと出費が多くなる年かなっていう感じがします。貯金はちょっと諦めてくださいっていう感じが、まあ、循環ですからね。そうなんですよね。今年はだから貯めることよりは、まあ、必要なところにしっかり投資する意識で使って、まあ、循環させていけたらいいのかなと思いますね。で、男性の方、恋愛運が高まる年ですので、しっかりアンテナ張っておきましょう。はい。そして、次が土のと第一タイプの方ですね。コツコツまめに努力できる方で、まあ、人を育てるのが得意って言われています。まあ、面倒見がすごくいいんですよね。あと、まあ、承認欲求が強いって言われています。まあ、有名人だと、まあ、秋元康さん、それから米津玄師さん、大泉洋さん、それからビーズの松本さん、はい、米倉涼子さんですね。そう、私も土の音なんですけど、そんな感じですね。まあ、秋元康さんなんか本当ね、人を育てるのすごく上手っていう感じありますよね。土の音さんの今年は、まあ、人と深い関係を築いていくのにすごく良い時期です。まあ、家族や仲間とかパートナー、まあ、仕事関係のパートナーとかでもいいんですけど、まあ、割と近い関係に変化が出やすい年ですね。あと、まあ、人間関係がちょっと淘汰されるっていう面もあります。まあ、卒業するご縁もあれば、まあ、今後のキーパーソンみたいな方と出会うっていうこともあるかもしれません。はい。まあ、卒業するにしても、新しく関係を結ぶにしても、まあ、誠実に丁寧な対応を心がけると良いかなと思います。まあ、新しくちょっと違う新しいステージに行くっていう感じの始まりの時っていう感じですかね。そして、望んでいたことが形になってくるっていう時で、これまで蒔いた種の実りを収穫できる豊かさを感じられる一年かなとも思います。あとは直感とかひらめきも冴え渡る時なので、もうピンときたら行動ですね。
まあ、1年通して、まあ、全てのものに感謝の気持ちを持ってなんか行動できるとすごくいいかなと思いますね、うん、今なんか言霊的にお話ししてました。そうですね、自分に言ってました。ね、なんかそれがひしひしと感じてじーっとしてました。うん、やっぱりなんかね、自分のところだと、ね、大事ですから、大事です、ね、言霊大事ですからね。はい、うん、今年はなんか変わっていくのかもしれないです ね、 そうですね、なんかね、新しいステージに始まる年なのかもしれないですね、はい、かもしれないですね。はい、はい、続いて加納絵剣タイプの方ですね、うんうん、加納絵の方は強い信念を持つ、うん、本当に 10巻の中でも一番頑固な方で、うん、まあ、決断力があってスピード感を持って行動できますね、うん、有名人でいうとマツコ・デラックスさん、うん、あと嵐の松本潤さん、うんうんうん、だから仲間由紀恵さん、うんうん、大竹しのぶさんですね、へ、うん、なんかみんなやっぱりしっかり自分を持ってる方っていう感じしますよね。今年はまあ楽しむ年ですね、うん、まあ、日常にある小さな幸せを拾い集めながら、うん、豊かさを感じつつ、うん、まあ、過ごせたらいいかなと思います、うんうん、まあ、自分の好きなこと好きなものを再確認してみるっていいかもしれないですね、うんうん、あとは、まあ、いい食事にご縁のある星が巡ってきているので、うん、まあ、そこを丁寧に見直せると良いかなと思います、うん、まあ、生活の基盤となるところですしね、うん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 、それから、今年は1年通して割とちょっと波が大きい時かなと思います。はい、まあ、急にちょっとストップが入るような出来事もあるかもしれません。はい、はい、まあ、気分はちょっとムラがあったりとか考えもちょっとコロコロ変わりやすくなるっていうところもあるかもしれないんですけど、まあ、集中する時とまあリラックスする時とこのメリハリをつけてこう物事に取り組めるといいかなと思いますね。まあ、あのアーティスト星が巡ってきているので、なんか自分のこだわりにこう集中してこう何か作り上げたい人にはすごくいい運気かなと思います。こう没頭できる時間を持てたらいいですよね。いいですね。そうですね、うんうん、はい、頑固さんなんですね。頑固さんなんです。はい、ゆるゆるフライデーナイトだとゆりさん、そうですね、でも頭の中に出てきて笑っちゃったよじゃん。あ、そっかーって。そうですね、うん、はい、で続いて、カノと宝石タイプの方ですね、うん、まあ、繊細で、まあ、高い美意識を持つ人、うん、ちょっと傷つきやすくて、まあ、好き嫌いも激しかったりします。でも努力家で我慢強い人っていう感じですね、うんうんうん、有名人だと、まあ、元スマップの中居正広さん、うんうん、あと GACKT さん、うんうん、あと一郎さん、うんうんうん、あとテニスの大坂なおみさん、うんうんうん、まあ、皆さんね、なんかすごくなんていうのかな、宝石こう磨いて磨いて磨き上げた方たちっていう感じですかね。そうですね、一人一人ちょっと違う磨き方してますね。そうですね、うんうん、はい、あと千里さんも彼女の方で、そうですね、はい、もう傷つきやすいのでよろしくお願いします。大事に扱ってください。大事に扱ってください。そうですね、はい、はい、彼女の方の今年は、スキルアップに最適の年です。まあ、興味のあることを何か学んでみるといいですね。はい、あと、まあ、いろいろなものにちょっと興味が出てくるかなっていう感じがあります。まあ、ちょっとその興味が出てくるのも一貫性がなかったりとか、うん、まあ、始めてみたんだけどちょっとなんか違ったっていうことなんかもあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、違ったと思ったら次みたいな感じで、うんうんうん、まあ、軽い感じでいろいろ挑戦できたらいいのかなって思います。うんうん、まあ、それやってみたことで、まあ、次につながったりとか、うんうん、まあ、人とのご縁が生まれたりとかっていうこともあるので、うんうん、まあ、何がどう転ぶかって分かんないですからね、うん、はい、あとは、まあ、感受性が高まる年になります。うん、ちょっといつもなら気にならないようなことでもちょっと気になっちゃうような年ですね。まあ、カヌトさんもともとデリケートなんで、うん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 、周りの言動にちょっと振り回されやすくなるっていうところが、うんうんうん、もう今年はもうちょっとね強く出るかなっていう感じもあります。はい、そう、あとはまあそんな時こそね、人のことをより自分のことに集中して自分をこういたわってあげるっていうことをしたらいいかなと思いますよね。あとは体調面でも、まあ、自分の体の声もしっかり拾ってあげて、うん、まあ、いたわってあげたり、あとはまあリフレッシュしたりして、う
整えるっていうことと、あとまた気になる症状とかあったらちょっと早めにこう、見てもらうとかっていう感じもいいかなと思います。はい、見ます。はい、はいはい、で続いて、水の絵、海タイプの方ですね、はい、本当にダイナミックでエネルギッシュ、エネルギーの大きな人です。先見性があってあまり物事にこう固執せずに、臨機応変に対処できる、なんかこう、器の大きい方っていう感じですね。有名人だと作家の村上春樹さん、それから月に行っちゃった前澤友作さん、はい、それから福山雅治さん、あと女優の綾瀬はるかさん、がそうですね、はい、深いですね。そうですね、はい、今年水の絵の年なので、自分の本質と同じ、運気が巡り、パワー増大っていう感じですね。想像力も高まるので、大きな夢を描いて動いていってほしい時っていう感じです。チャレンジの年とも言えますかね。あとは、これまでの経験を生かしつつ、私はこれをしていくっていう目標を定めて、そこに向けて動いていけるといいかなと思います。世の中の流れを、上手に読んでこう臨機応変に動ける水の絵さんなので、あんまり心配はいらないと思うんですけど、闇組みにね、こう動いてしまって空回りしてしまうと、もったいないので、焦らずタイミングを見て動くっていうことを意識してほしいですね。とはエネルギーの注ぎところ、先ほど、冒頭でも言いましたけど、しっかり決めて動きましょうっていう感じです。意識がちょっと上にこう行きやすいので、グランディングするっていうことも、心がけられるといいですね。あとはストレスは上手に発散してほしいですね。溜め込みすぎると急にプチって切れて、はい終わりみたいなことになりやすいので、はい、こまめに発散することを心がけてください。はい、はい、それから最後に水のと雨タイプの方、この方も本当自分のことより人のこと、人に喜んでもらうのが嬉しくて生きがいっていう感じの優しい方です。努力家で、学問が好き、あとは縁の下の力持ち的なところが魅力の方ですね。有名人でいうと、マザー・テレサ、から宮崎駿監督、から須田雅樹さんですね、あと女優の宮崎葵さん、あと瀬戸内寂聴さんですね、はい、なんか皆さんね、なんかね、なんかこうやっぱ人を喜ばせるっていう、ところで共通してるのかな。深い感じですね。また違う深さがあるんですね。そうなんですよね、はい、水の戸の方は、今年は本能のままに動きたくなる運気です、もう思うまま欲しいものは取りに行くわよっていう感じの時ですね、欲望を叶えるためにしっかり策を練って目標物を手に入れるみたいな感じです、でも水の戸の人は本質的に自分のことより人のことで、人に喜んでもらうことが嬉しくて生きがいっていう優しい人なので、今年は人のことも大事だけど、まず自分を満たすことを優先してほしいですね。普段人のことをやってあげているご褒美だと思って自分の欲望を叶えてください。慎重な水元さんなんですけど、今年はちょっと大胆に行ってもいいかなって感じはします。あとまた海外とも縁がある星が回ってきているので、海外の情報に触れたり、あと芸術芸能の星でもあるから、アートに触れたりとか、実際になんかちょっと作ってみるっていうのもいいかなと思います。はい、ちょっと駆け足なんですけど、以上が10巻ごとの今年の運気だったので、参考にしてみていただけたら。内容が濃い、内容が濃い、今回も番組でしたね。ぜひアーカイブとかでも、見直していただいて、何回も見てもらうと、私こういう年なんだっていうのが、気づけるんじゃないかなって思います、では、そろそろもうあっという間の30分間でしたが、またゆるゆるフライデーナイトが、またよろしくお願いいたします。市川千里と内野ひろみさんでお送りいたしました。ではまた来週もよろしくお願いします。良き夜をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。ではまたねー。